タイニー・ティムはアメリカ合衆国の歌手、俳優である。1932年、ニューヨーク市のマンハッタンに生まれる。母親は1914年にブレストから来たユダヤ系移民で政府系の仕事に就いており、父親はレバノンからの移民で繊維工業に従事していた。幼い頃から音楽に対して並々ならぬ興味を抱き、5歳の頃に父親から買い与えられた。 四空気を何時間も聞くほどで、6歳でギターを習得し始め、時間があれば、地元ニューヨークの公立図書館に通い、音楽に関する書物を読みふけったという。11歳になると、バイオリンを習い、後に、彼のトレードマークともなるウクレレ情熱が引き継がれた。その後、映画会社、MGM のニューヨーク支社内の郵便配達人を経て、地元のダンスクラブでパフォーマンスを開始、 1950年代後半からは、ラリーラブという芸名で、タイムズスクエアなどで活動していたが、1960年代初頭に、クリニッチビレッジで人気が出始め、芸能界への道が開けた。芸名は何度も変更したが、チャールズ・ディケンズが執筆した小説、クリスマス・キャロルに出てくる登場人物、タイニー・ティムという芸名に落ち着き、その後もその名前で活動を継続させた。 ウクレレによる独特の曲調と自身の声色でパフォーマンスするキャラクターが評判となり、1968年、ジョニー・カーソンが司会を務めるシニアトークショー、ザ・トゥナイト・ショーでテレビ出演。その名前は幅広く知れ渡ることとなる。初のアルバム、ゴッド・ブレスタイニー・ティームが1968年、全米7位。シングル、チップ、トースルー・ザ・チューリップス・ウィズメ。 チューリップ畑でお散歩は同1968年に米国17位を記録した彼によるカバー曲のティップトースルーザ・チューリップスは2010年のジェームズ・ワン監督によるホラー映画インシディアスで使用された。これまでに3度の結婚歴があり、1969年に最初の妻ビッキー・バディンガーと結婚し一時を設けた。 しかし1977年に二人は離婚。1984年に二番目の妻ヤン・アルワイス・コリーと結婚し、夫婦関係は11年続いたが1995年に再び離婚している。同年に三番目の妻のス・ガードナーと三度目の再婚を果たしたが、翌年の1996年にティムが死去したことにより、二人の夫婦関係は1年で終わった。 1996年11月30日、ミネソタ州のミネアポリスで開催されていたチャリティーベントのコンサートでパフォーミング中に倒れ、そのまま心停止で帰らぬ人となった。64歳だった。ありがとうございます。